はい、今日はこのさつまいもを使って大学芋を作ろうと思います。このお芋さんね、凍っててね、カチカチ、ほら、いい音。はい、このお芋さんね、電子レンジでチンするとこから始めたいと思います。今電子レンジから出してきました。こんな感じでね、解凍、どこまで解凍されてるかちょっとね、切ってみないとわからないんだけど、ここにちょっとお水を張ってアク抜きをねしていきたいと思います。乱切りね、乱切りはこうね、くるくる回しながら切っていきます。つけたやつはつけていきますね。はい、このまま5分ぐらいね置いておきます。一回お水変えた方がねいいかもね。一回ぐらいお水を変えながら、様子を見ていきましょう。とお水ね変えますね。はい、もうね大体ねこれぐらいでねいいかなと思います。だいぶもうアクも抜けました。これねほかしますね、お水ね。水切りをします。こう濡れたままだとね良くないのでね、こう並べてね、こう並べて、いけるかな、いけたね、はい、結構な量に、ね、なりましたね。さつまいも3個分です。この子、ね、上からタオルをかぶせて、タオルで挟んで水切りを、水切りできたかな、もうちょっとかな、ちょっとひっくり返して、はい、こうね、くまなくこう寄せながら、こうね、こう包んで振ったりして、こう冷たいフライパンね、何にもこう引いてないフライパンも入れちゃいます。よいしょ、サラダ油をね入れていきます。よいしょ、さあこれで、火をつけて、揚げていきますね。蓋をして、はい、こう均等にね油に浸かるようにちょっとねコロコロね転がしながら揚げようかな。ちょっとお芋さんの顔色をね見ながらお芋さんの顔色ってなんだろう、はい、ちょっと大きさがバラバラなんか大きい子小さい子いっぱいじゃあもうちょっとね揚がるまでねちょっとねコーヒーでも何度かね、あ、だいぶね、いい色に、おお、あ、いい感じに、ね、なってきましたね、うん、いい匂いがしてるお芋さんの、あ、美味しくできてるなって期待感が高まるよね大きい子を中央に持ってきて、小さい子はね、あの周りのところでね、側面で十分だと思う。ちょっとね、もう小さめの子からね、揚げていきましょうかね。もう小さい子はね、揚がってると思うからね。もう火消してもいいよね。はい、今火を止めました。じゃあ移していこうかな。はい、最後のグループです。はい、おしまい。はい、このサラダ油はね、まだあのドーナツかなんかね作るときにね置いときましょうかね。
お酢ね、お酢もほんの少しです。こんなんでいいと思います。あとは、これお水ですね。水道から取ってきたお水、これをよいしょ、ちょろちょろ、こんなもんですかね。こんなもんでいいかもね。じゃあ火をつけて、ちょっと弱火にしとこうかな。弱火にして、ちょっと 色がついてきたかな。透明だったのがほんの少し茶色にね、ちょっとだけ、ほら、とろーりんちょっとろーりんちょっと、もういいと思う。これで消して、でこの中に入れます。よいしょ。でこのね、絡めていきますね。一個ね、つまみ食いしたらね、美味しかったです。大学芋の完成です。また見てね。バイバイ。